幕張新都心、千葉銀幕張ビル、千葉銀幕張ビルは、千葉県千葉市三浜区にある、千葉銀行グループ会社の本社ビルである、グループ会社9社の本社を集約している。幕張新都心の業務研究地区に位置し、完成当時の名称は、BMW ジャパン本社ビルで、BMW ジャパンの本社ビルとして活用されていた。 同社は2007年に一部部門を残して東京駅前に機能移転し、その後プロパストが取得。2009年3月にはアクセスが取得し、研究開発拠点として運用していた。同社は2016年に本社機能集約を目的として研究開発拠点を東京都内に移転したため、同年1月29日に同ビルを日本国内の事業法人に売却。後に、 千葉銀行がオフィスの拡張を目的として、同ビルを千葉銀幕張ビルとして運用している。ハイテクビジネス地域の熱源設備は、下水処理水活用の水熱源、ヒートポンプパッケージ方式を主力に、空気熱利用ヒートポンプ、電動遠心冷凍機などで構成しており、約4460立方メートルの蓄熱層と、組み合わせて、蓄熱式、ヒートポンプシステムを採用。 下記における電力負荷のピーク抑制並びに負荷の平準化を図っている入居企業部門など一覧は本社機能ありがとうございます。